新曲やった後はね、ものすごく古いアルバム、その俺とトールが作ったあれだよ、パズルというアルバムの中に入ってる、ハピネスという、ね、幸せという曲なんです。そのためにわざわざトールはこの12弦ギターといいまして、弦が12本もある普通の6弦ギターの倍ですね、あるギターを雪の中を持ってきてくれたわけですよ。ありがとうございます。うちの評価、これ借り換えてね、弦もね、そう、12本あるからギター2本分なんですよ。そうだよな、本当だよな。ただ、実際パズルの中でこのハピネスをこのギターを使ってて、うん、このギター多分お客さんの前で弾くの初めてだと思う。あ、そうなの。僕のベースかやったことないから、じゃあやすいいいね。ギターって上がったりしないのかな。あ、でも音硬い日とかある。ある、うん、うん。あと、こっちが硬くてギターが柔らかくて助けられるとかは、うん、ありますよ。行きましょう。危ないね、やっぱり全部全部ちょっとチェックしないと、やっぱり。なんで A マイナーって書いてある。工房も出ないやな。おお、ぽいぽい。ぽいぽい、それそれ。うん、ぜひ、録音で来てください、同じもの。幸せはまるで美しい雪のひとひら、捕まえてそっとこの手を広げれば、一つの涙を残していつも僕をすり抜けてゆく。自分より少し不幸な人に同情し、自分より幸福な人に嫉妬する。比べ続けたら永遠に君は幸せにはなれないのだろう。だから触れたくて、君に触れたくて、僕は命ぶさをまさぐんだ。だけど触れられない、君に触れられない、僕は凍える指を伸ばしたまま。誰かが僕を必要としてる。それだけで僕は明日も生きていく。たった一人でいい、それが君ならいい。だけどそれは君が決めること。おもちゃを取られた赤ちゃんの悲しみと、人生に悩む哲学者の苦悩。比べられないそれぞれの痛み、和らげる薬は一つある。だから抱きたくて、抱きたくて、僕は冷たい背中に口づけた。だけど抱けなくて、君を
俺自分でねえ、何がこんなすごいの作ったのみたいな。